はい、皆さんこんにちは、ワンダレガルビッシュです。では今回は、信長ではないですね。ハーツオブアイアン4、都道府県モードを続きをプレイしていきたいというふうに思います。で、ここまでですね、実は、いろいろ皆さんからコメント、アドバイスいただいた中で、岩手、秋田が突破できない、宮城に逆に押し込まれているというこの状況は、まあ人的資源でしょうと。いうコメントをいただいていまして、まあ、確かに人的資源が全くなかったという状況です。で、一旦軍を、全軍撤退という形で、戻しています。ただ、戻したまんまね、何もしないともうこのゲーム自体のプレイが終了してしまうので、人的資源がある程度回復した今、再び宮城を蹂躙して、岩手、秋田、ここに迫っていきたいなというふうに思っています。ただ、人的資源がね、まだまだその十分ではないという状況なので、もう少しね、待ちます。もう少し、なんとか耐えようということで、群馬帝国に前線を支えてもらうという中、なんとかね、こちらとしては、その間に人的資源を回復させようというところです。では、時間をね、進めていきたいと思います。はい。ではですね、ここまでだいぶ我慢をして人的資源多少回復してますので、満を持して反攻作戦開始していきましょう。まあ、ここはまずは押し込まれたところをしっかり取り返しましょうというところから取り組んでいきます。ただ、闇雲に突っ込んでもちょっと勝ち目はないので、というかまた消耗戦になるので、うまく敵をね、包囲、あるいは攻撃、できるような構えを取っていければいいかなというふうに思ってます。引いていきましょう。一応もう全軍を投入します。防衛用の駐屯しているものを除いて全軍。まあ、ただし、補給線だけはね、ちょっと気にしながらというところで、あまりにもちょっといっぱいいっぱいになるようであれば、一部の部隊を引き上げるなり、なんなりするっていう対処は、もちろん必要になってくるかなとは思うんですが、基本は全軍を投入する。戦力の逐次投入はしないで、できるだけしっかり厚みを持った戦いを一気にしながら前線を押し上げていくということをね、やっていきたいと思います。なので、全師団を投入していきましょう。ちょっとここなんかうまく線が引けないので、微妙な感じにはなってますが、線を引いていきます。一度下げていた軍が、前線に戻るのに多少やっぱり時間はかかるので、その時間をね、まあ、どう見るかなんですが、そうそう、この戦車師団も3師団に減っちゃってるんで、これは温存しましょう。というか、増えてくるのを待ちましょう。3師団投入する意味あまりないの。基本はクロス。
クロスでいきます。何をクロスって言ってるのかというと、攻撃線をクロスに引いて、まあ、挟み込めるような形を組んでいこうということで、まあ、クロスと僕は呼んでるんですけど、基本はこのクロス戦術でいきます。で、実は前線に飛行場1個建てようとしているんですが、もう完成してるね。早い。この飛行場を奪われたら話にならんと言おうと思ってる矢先に、もうすでに味方の航空隊が入ってましたね。さあ、ではまた前線しっかり押し上げていってくれることを祈ります。ではまた時間をね、ザザザーと進めていきましょう。ここまでね、時間を進めてきてるんですが、やっぱり一進一退という状況からなかなか抜け出せないですね。どうしようかな。何か、こう、一気に戦局を動かせる？もちろん優位に動かせる。なんか作戦があればいいんですけど、人的資源はある程度余裕を持った状態で推移をするように今はなっています。で、戦線もね、まあ、一時の最悪の状態からは盛り返していて、だいぶ押し戻してはいるんですが、やっぱりね、宮城、押し込めきれていないという状態で、一進一退の状況が続いてますね。で、まあ、もうちょっと時間をかければ、どうにかなるようなところももしかしたらあるのかもしれないんですけど、まあ、ご覧の通り、進んでは戻り、押し込まれては押し返しということで、なかなか、前線を前に進められていないという状態です。とはいえ、この状態から何か新しく打てる策というのもないので、まあ、当面の間はこの状態を維持するというのが、結果目的になってしまうのかなと思うんですけど、そうするといつまで経っても進まないので、ちょっと何か考えていかなきゃいけないかなというふうには思ってます。で、ちょっとまずいのが、今すぐにまずいのがここだな。ちょっとこの軍を、ここに、動かして、補給を確保しないと、ここにいる軍が、潰されちゃうので、そこだけね、ちょっとしっかりやっておきましょう。これで繋がりましたね、また。ここ繋げとかないと危ないので、繋げときます。では、ちょっと本当になかなか厳しい状態が続いてるんですが、まあ、一時の最悪の状況を脱していて、人的資源にも余裕があるというところですので、もうちょっとね、師団数を増やしていこうかなというぐらいしか、ちょっと今すぐ思い浮かぶ作戦がないかなと。いう状況です。で、まあ、手段を増やしても装備が追いつかなかったりしたら、まあ、元も子もないよね、というのはもちろんあるので、まあ、バランスを見ながらになると思うんですが、まあ、どうしてもこのね、苦しい状況
打開して、少なくとも宮城一帯を制圧して、岩手、秋田へとなだれ込んでいく状況っていうものをやっぱり作っていきたいなと。群馬帝国はね、依然、師団数圧倒的なものがあるんですけど、かつての、まあ、威力を感じないというのもあって、これ見てもちょっと群抜いてますからね。群馬帝国743師団。いや、よくこんだけ人的資源持ってるよなっていうのはあるんですけど。で、2番手行く我々が202師団。で、まあ、こうやってみると、北の近い、全部合わせてマックス500師団ぐらいを想定してる中、群馬帝国、一国でそれを凌駕する743師団なんで、群馬帝国が、その、もうちょっとね、兵力を、軍事力を、今回の戦争に突っ込んでくれれば、もうちょっと楽になるのかなと思うんですけど、まあ、これ以上期待は、正直ここまで、プレイしてきていて、できないのかなというのもあるので、まあ、千葉200師団、これをどううまく使っていくかというのを、まあ、考えていきたいなというふうに思います。で、生産の方なんですけども、一応、厳しそうなところ重点的に生産を入れていってるんですけど、どうしてもやっぱり追いついていないところもあるので、まあ、これをね、うまく回していきながら、装備品を充当、充足させながら、かつ、師団数を増やすということをね、やっていきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。